世話人の独りごと今回は劣等感 vs 劣等コンプレックスです事業家であるためにはゆがんだ優越感すなわち劣等コンプレックスに陥ってはなりませんしかし劣等感は起業家であるあなたの才能を育てる一面を持っています一体どんな違いがあるのでしょう 精神分析学者、フロイトは、人の考えや行動のほとんどは、潜在意識が司っていることを発見しました。潜在意識の、情動や記憶が全意識で抑圧されて、コンプレックス、複雑な思い、として内在しています。時として、コンプレックスは、歪んだ優越感である、劣等コンプレックス、として、意識に現れます。精神科医、アドラーは、 病的な劣等コンプレックスに対して自己受容、すなわちありのままに劣等感を受け入れることが重要であると唱えます。ありのままの自分を受け入れることで劣等感はあなたの味方になると考えました。むしろ劣等感こそが人間を向上させる原動力であると言います。フロイトは過去の何らかの原因により現在の結果が生じているとするのに対してアドラーは 何らかの目的があるから、現在の結果を作り出してたのだと言います。このアドラーの目的論が、劣等感を味方にする発想の原点となっています。では、劣等コンプレックスと劣等感とは、どのような違いがあるのでしょう。劣等感、劣等コンプレックス、ともに、他の人との比較によります。劣等感は、どんなに自信のある人でも、大なり小なり持っているものです。 しかし、劣等コンプレックスに陥る人は多いものの、決して全ての人ではありません。これらの人は、ある種病的とも言える不健全さに、歪んだ優越感を持って、自分の考えや行いを言い訳します。これでは、人生に成長は望めません。一方、劣等感を持ちながらも、ありのままの自分に健全に向かい合う人は、自分の持つ目標とのギャップに気づくことができます。そして、 他の人とは差別化を持てる自分の分野を開拓します。これを心理学で消化と言います。事業家を目指す人にとっては自分独自の分野を得意として劣等感を乗り越えることが大切です。また自分自身が劣等コンプレックスに陥っていると気づいた時はありのままの自分に向かい合い目標を再確認して得意分野に熱中できるようにしましょう。 アドラーは言います劣等感を言い訳にして人生から逃げ出す弱虫は多いしかし劣等感をバネに偉業を成し遂げた者も,も数知れない皆さんの授業が成功するためにチャンネル登録をしてくださいまた関連するコンテンツでさらなる学習に挑んでください